皆さんこんにちは、ミラニスタです。前回は何だろうな、コレットが旅に出るからつってクラトスが邪魔だからもう来なくていいって言って、でこの大工さんの家に帰ってくる途中で、いわゆる人間牧場っていうのに寄って、そこでデザイアンと戦闘して戻ってきたぐらいかな。ということで、今回はコレットあそこにいるんで、話して行きたいと思います。デザイアンハーフエルフなんでね、ロイドのお母さんの仇はハーフエルフってことなのかな。そうだよね、ちょっと意味深な発言ですね。よし、じゃあもういっかな、話しといた方がいいのかな。クラトス、この墓石は誰のものだ。ああ聞いてたんだろ、俺の母さんで。あんだか、父親はいないのか。知らねえ、でも大工親父が今の親父だよ。俺の親父か。そうだな、変なこと聞いた、すまない。こいつも意味深なこと言ってんな。リフィルさんはどこ行ったの。あいつここら辺にいますからって言ったの。あ、いたいたいた。先生も明日からいなくなっちゃうんだよなと。あら、悲しんでくれるの当たり前だろ。コレットのプレゼント全然できてなくね。そう、いつの間にあったんだよ。そんなこと言いながら塞いでんだけどさ、何かな、もういいの。そうだな、ごめんな、誕生日のプレゼント間に合わなくて。いいよそんなの。でもああいうのって誕生日当日にもらうから意味があるんだろ。じゃあおめでとう私が16歳になれた記念に。ああ、おめでとう。ありがとう。よかった。今日まで生きてこれて。何言ってんだ。この後も生き抜いて世界を再生するんだろ。それね。なあ、明日なんだけどさ。やっぱり俺もついてったらダメかな。ダメっていうか、ディザイアンに狙われたりして危ない旅になるんだよ。そのディザイアンだよ。俺今まで母さんは事故で死んだんだと思い込んでた。でも母さんは殺されたんだ、ディザイアンの連中に。それを知っちまったのに、奴らと不可侵契約を結んでる村で暮らすなんてにはできないよ。そうだね。私たち明日のお昼に旅立つの。だからお昼ごろ村に来てくれる？ああ、わかった。これでお前が天使になるのをこの目で見られるんだな。うん。やっぱりあのレミエル様が。お父様だったんだね。私天使の子供だったんだ。いいじゃないか、どっちが本当の親父でもコレットはコレット、何も変わんねえ。ただ親父が二人いるだけだよ。人より多くて得したぐらいに思っとけって。ロイドが言うならそうするね。それにしても再生の旅か、なんかちょっとワクワクするよ。そうだね、封印を解放して天使になって、そして最後には。最後には？ううん、なんでもない。とにかく火の封印に行けばまたお父様に会えるんだし、私頑張るね。ああ、頑張ろうな。そろそろよろしい？
今行きます。じゃあね、ロイド。あ、また明日な。うん、さよなら。よし、サクッとプレゼントを作っちまうか。完成したのか。親父に話しつけないとな。だから再生の旅に行くことについてかな。てかちょっと完成したって言ってたけどさ、全然作ってる感じもなかったよね。12月のクッキーもそうだけどさ、どこいんだよ親父は。あ、ここにいた。昨日は、ほらよ、花芽のもんだ。どう使うかはお前の自由だ。一応俺は止めたぞ。親父、ありがとう。ドワーフの誓い第2番、困っている人を見かけたら必ず力を貸そう。それを実践しただけで。親父、俺旅に出る。コレットたちと一緒に世界を再生して母さんの仇を取る。そうだな、そう言うと思ったわい。こいつを持っていけ。旅に必要なものをまとめておいた。お、素晴らしい。シルバラントマップ。じゃあ許してくれるのか。ここはおめえの家だ。血がつながってなくてもおめえは俺の子供だ。疲れたらいつでも帰ってこいよ。わかった、行ってくる。ロイド、ドワーフの誓い第7番を忘れるなよ。正義と愛は必ず勝つだろ。今時だせえな。わかってるよ。行くぜロイシュ、世界再生の始まりだ。あれ、なんでお前が出てくるんだ。ホイド、まだこんなところにいたの。ジーニアス、ちょうどいいや。マーブルばあちゃんの要のもん作ってもらったぜ。それは嬉しいけど、コレットの見送りはどうしたのさ。ああ、それなんだけどよ、俺も旅についていこうと思ってるんだ。バカじゃないの。コレットたちならとっくに出発しちゃったよ。は、僕いつまでもロイドが来ないから迎えに来たんだ。そんなバカな。ロイド、急いで村に行くんだ。そうだよ、早く早く。ハイドラ様がお前探してた。てかよかった、ショートカットしてくれて。ハイドラ様って誰だっけ。あのばあさん、ばあちゃんだっけ。コレットの家こっちじゃないんだな。もう出発したって言ってたな。ねえロイド、前から気になってたんだけど。あ、なんだよ。ロイドと大工事さんってさ、どうやって生計を立ててるわけ。生計？あ、ごめん、どうやってお金とか稼いでいるの。時々親父のところに細工物の依頼が来るんだよ。結構金になるらしいぜ。へえ、大工事さんって有名なんだね。その筋では有名なんだってさ。その筋では。コレットは確かに昼頃出発って言ってたんだ。それなのにどうして。コレット、出発の時いつもより妙に明るかったよ。村のみんなにも大丈夫だから頑張るからって。あいつ何か隠してるんじゃないか。隠し事や悩み事がある時いつもなんか白々しい態度じゃなかったか。そうかも。ファイドラばあちゃんなら何か知ってるはずだ。なるほど、それでファイドラばあちゃんに会うと。
よく来たの、ロイド。お母さん、コレットが行っちまったっていうのは本当か？本当じゃ。コレットのやつ、これに時間を間違えて教えたのか？そのことでコレットから手紙を預かっているよ。親愛なるロイドへ。これをロイドが読む頃には、私はもう旅に出ています。ごめんなさい。私はロイドに嘘をつきました。世界再生の旅は、今まで大勢の巫女が失敗してきた危険な旅です。大好きなロイドを巻き込みたくなかったの。私が頑張って、魔物やディザイアンを鎮めるから、ロイドは再生された世界で平和に暮らしてください。今まで仲良くしてくれて、本当にありがとう。ロイドに巡り会えて、私は幸せでした。さようなら。なんでこんなのまるで遺書みたいじゃないか。そうかもしんない。どういうことなの？ロイド、ジェニアス、君たちにも村のみんなにも隠してたことがある。コレット、いや、ミコ様はもう、うわっ！なんだ？ちょっと回復。あざす。やばい。何やってんすか。野球攻めてきたってことか。セーブします。はい、セーブしました。デザイアンが攻めてきたってことでいいのかな。これはやめろやめろバカ。でも助けない。ロイド・アービング出てこい。また村を襲いに来たのか。いい加減にしろ。何を言ってるんだ。なんかすごい武器持ってるやつがいるな。聞け劣悪士ども、彼の名は星です。ディザイアンが五星人の一人、有料したるハーフエルフとして、愚劣な人間どもを培養するバームの武士。ハーフエルフ。ロイド、お前は人でありながら不可侵契約を破る罪を犯した。よって貴様とこの村に制裁を加える。契約違反はそっちも同じだろ。ミコの命を狙ったくせに。我々がミコ？なるほど、奴らがミコを狙っているのか。奴ら？コレットを襲った連中とお前たちは違うっていうのか。劣悪士に語ることは何もない。それよりも貴様だ、ロイド。貴様がバイオ対 F192 に接触し、我らの同志を消滅させたことはすでに紹介済みなのだからな。バイオ対 F192？ あれか、なんか個体識別番号的なやつか。なんということだ。屋上には関わるなとあれほど念をしたのに。ごめん。貴様の罪にふさわしい相手を用意した。もう、なんだこいつは。さあ引き裂かれるがいい。さあライダー、僕も協力する。こんなどっかで来たんだ。決まれ、ホームブラスト。タッタッタッ、新人剣。決まれ、テイヤモン。うわ、強っ。Ha ha ha!
そ HP 分かんねえな。あんま使いたくないんだよな。さすがに気持ち悪いなこの動き。ウィンドガッターずっとしてけよ、まあ、1だけ残ったんだけど。ちょっと強いな。いや無理だなこれ。ダメだこれ。ハートの使い方が下手なんだろうな。やった、ま、こんなもんだ。ホステス、やはりあのことエクスフィアを装備しています。やはり我々が探していたエンジェルス計画のものか。それをよこせ。お前らに殺された母さんの形見だ。何を言うか。前の母は逃げなさい。ジーニアスロイド。何今の声。まさかマーブルさん。そんなバカな。離れて早く。ジーニアス、新しい孫ができたみたいで嬉しかった。さようなら。ホステス様をお助けしろ。ロイドよ、その左腕のエクスピアがある限りあれは我々に狙われる。覚えておけ。マーブルさん、マーブルさん。してくれたな。見ろこの村の山頂。お前のせいだ。ごめんなさい。謝ってすぐ問題じゃない。奴らはお前を敵と認定した。お前がいる限りこの村の平和はないのだ。分かる。ちょっと待ってよ。それってロイドを追い出すってこと？そうだ。そんな、ロイドは悪くない。ただマーブルさんを助けただけなのに。屋上に関わる全てが禁忌だ。例外はない。じゃあ村を守るためなら人間牧場の人は死んでもいいの？どうせ牧場の人間なんてあそこで朽ち果てる運命じゃないの。そうだ。余計なことをしなければ死ぬのはそいつだけで済んだ。もうよせジーニアス。今回のことは確かに俺が悪かった。
出て行きます。村長、こんな子供にそこまで厳しくしなくても。何を言ってるんだ。こいつのせいでたくさんの人間が死んだんだぞ。ロイドは悪くない。牧場に誘ったのは僕だ。だから僕が悪いんだ。それでもディザイアンが狙っているのはロイドだ。それにロイドはもともと村の人間じゃない。ドワーフに育てられたよそ者だ。だったら僕も出ていく。僕も同罪だ。ジーニアス、お前。ならば仕方がない。村長権限でここに宣言する。ただ今をもってロイドとジーニアスを追放処分とする。出ていけ。出ていけ。迷惑だけど、すまなかった。その気持ちがあるのならどうか巫女様を追いかけて守ってやっておくれ。そうすることで世界が救われれば、きっと皆の気持ちも変わるじゃろう。これきっとそれを望むはずだ。償いはする。俺のせいで亡くなった人のためにも必ずコレットを守るよ。僕はロイドについていくよ。ロイドが追放されたのは僕のせいだもん。だからずっとついていくから。なあジーニアス、そのエクスフィアはお前が装備したマーブルさん、要の門の使い方はゆっくり説明するよ。長い旅に満ちた。え、ここまで燃えちゃうとさ、これ野宿でしょうね。てか俺なんだっけな、いくつか忘れたけど、パートなんぼでアイテムがないなら家がいる、ある意味がないって言ったんですけど、あ、まさに燃えるためにあったのかなっていう。それで結局ロイドは追放ということで、わー、本とか燃えちゃったんじゃないの、もう追放っていう形になって、まあ、結局あれかな、コレットたちを追うっていう結果になったのかな。コレットの家は無事なんだ。誰もいないな。どうしよっかな。どこに向かっていけば。広いなこれ。なあれだよね、火事の火を消そうとしないよねこの人たち。もう人もいなくなっちゃってる。ロイドが牧場でやっちゃったから、まあここに攻めてきたと。あれだよね、あのなんだっけ、あの変形してたやつ、あのあれがマーブルおばあさんおばあちゃんだったとして、なんかそのエクスフィアを直接肩につけたらなんかあんま良くないよみたいなことを大工さんが言ってたから、それで要の門がなければああいう風になんかなんていうのかな、変身するっていうかモンスター化しちゃうってことなのかな。でロイドはちゃんと要の門あるし、そのエクスフィアはお母さんの肩身だということなんだね。じゃあもう行きますか。どうしようかな、時間的にもまあいい感じなんで、じゃあ今回はこのぐらいにして、次回に、コレットいないんですけど、なんだろうね、コレットに結局追いつくっていうことになるのかな。とりあえずジーニアスがついてきてくれるらしいんで、まあ、2人でコレットに追いつくって感じなんでしょうか。なので今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
村を追放されたロイドとジーニアス、先に旅立ったコレット一行を追いかける。その途中で砂漠の花トリエットへたどり着く。そこではロイドが指名手配されていた。これは似てない。次回コレットたちを追ってトリエットへ。